こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。完全犯罪を思いついたんだよ。急にすごいことを言うねー。いやー、これを思いついた時は、我ながら天才かと思ったよ。みんな、そう思っているのに、捕まるんだよ。いやいや、他の人と一緒にしないでよ。でも、どうやってやるの？うん、誘拐なんだけれど、誘拐ってなかなか成功しないじゃん。うん、日本だと、身の代金受け取りに成功して、逮捕されていない例は、今までのところないよね。そうなんだけれど、結局、誘拐の難しいところって、身の代金の受け取りのところだと、思うんだよ。それは、まあ、そうだね。それで、身の代金受け取りの方法で、すごい方法を思いついたんだよ。走っている電車の中から、身の代金を投げさせるんだけれど。それ、身の代金の受け取り方法としては、かなりオールドスタイルじゃない？黒沢明の映画、天国と、地獄でも出てくるでしょ。それはそうなんだけれど、ワン、ルニャ駅の、間にトンネルがあるでしょ？あの中に電車が入った時に、お金の入ったカバンを電車の、外に投げさせるんだよ。でも、それ、どうやって回収するの？トンネルなんだから、お金を回収して出てきたところアウトでしょ？いやそれが、あそこのトンネルって、山にあって、寺の、裏に繋がっているって知ってた？え、そうなの？うん、このことを知っている人って、あんまりいないと思うんだよ。だから、身の代金を回収して、そのルートで脱出すれば、逃げ切れるんじゃないかと思うんだよ。いやー、それは、うまくいきそうな感じもするけれど、頭の体操までにしておかないと、ダメだよ。うん、そうだよね。でも、身の代金受け渡しが成功するとしたら、この方法しかないと思うんだよね。まあ、身の代金の受け渡しについては、今までも、あまたの犯罪者が知恵を、絞ってきたところだからね。あのグリコ森永の犯人たちも、いろんな身の代金受け渡し方法を、考えてきたよね。グリコ森永って言ったら、怪人21面相？うん、怪人21面相は、何度か、現金奪取を試みて、その姿を現したこともあったけれど、結局、現金奪取には成功していないよね。え、姿を見せたことがあったの？うん、警察の前に姿を現したこともあるし、そこで狐目の男も目撃されているよね。そうだったんだ。数少ない犯人との直接接触のチャンスだったから、ここで捕まえられなかったことが、本当に痛かったよね。まあ、そうだよねー。でも、さすがに、警察、世間を翻弄し続けた犯人たちだったから、現金奪取についても、いろんな手口で挑んできたよね。どんな手口だったの？うん、それこそ、さっき言っていたみたいに、電車から現金入りバッグを、投げろと言ったこともあったんだよ。え、そうなの？うん、JR 京都線に乗って、白い旗が見えたら現金の、入ったカバンを投げ落とせという指示があって、高槻駅から京都行きの、電車に5000万円が入ったカバンを、持って乗り込むと、実際に、山崎駅と長岡京駅の、間で白い旗が見えたんだよ。ああ、山崎駅と長岡京駅の、間って言ったら、高速道路と、サントリーの工場の近くだよねー。うん、そうだね。それで、実際に白い旗が見えたんだけれど、警察の配備が間に合わないからという理由で、現金が入ったカバンを電車から投げなかったんだよ。え、そうなの？うん、それで、そのまま京都まで電車に乗るんだけれど、この時に目撃されたのが、狐目の男なんだよ。おお、ここで、狐目の男が登場するのか。うん、この狐目の男は電車内でも、不審な感じだったんだけれど、京都駅に着いてから、また、JR 京都線に乗って、逆方向に向かったんだって。帰ったんじゃない？うん、それが、高槻駅で降りて、また、逆方向の JR 京都線に、乗って、京都に向かうんだよ。それは怪しすぎるねー。うん、もちろん尾行されていたんだけれど、それをまこうとするわけでもなくて、とにかく、動きが怪しかったんだよ。そして、京都駅に着いた狐目の、男は、そのまま京都の街へと消えてしまったんだ。
え、見失っちゃったの？うん、京都駅で見失っちゃったんだよね。職質してもよかったんじゃないの？うん、実際、この時の行動は、着せる行為が発生している可能性があったから、それをネタに声を、かけることができたみたいだったんだけれど。当時、犯人グループを一網打尽にするの、捜査方針のもと、現場捜査員に対して犯人への、接触を禁じていたんだって。それは、わけがわからないねー。まあ、ここで、この狐目の男を捕まえていたら、この後の展開は全く、違ったかもしれないよね。犯人たちにしてみればラッキーだったねー。犯人たちにとってラッキーだったといえば、グリコ森永の犯人たち最大の、ピンチだった滋賀県警から逃げ切った時も、運が犯人たちに味方したよね。グリコ森永の犯人たち最大の、ピンチ？そんなことあったの？うん、犯人グループに最も近づいた一日と、言われる時のことなんだけれど、この時は、現金を名神高速道路で、運ばせて、高速道路上から、その下を交差する一般道へ、現金を落とさせようと思っていたみたいなんだよ。電車から車に変わっただけで、また、そのパターンか。それで、高速道路と一般道が、交差するところで犯人グループが待っていたんだけれど、それを不審だと思った滋賀県警が、職務質問を、かけてしまったんだよ。それは、職務質問を、かけた方がいいでしょ。いや、それが、この警察官はグリコ森永犯との、取引機が、今、まさに、そこで行われていることを、知らなかったんだよ。え、偶然、声をかけちゃったってこと？うん、だから、きちんと準備もできていなくて、犯人たちに逃げられちゃったんだよね。うわぁ、そんなことがあったのか。でも、相手がグリコ森永の犯人じゃなくても、普通に、職務質問をかけた相手に、逃げられちゃダメだよね。うん、それは、まあ、そうだよね。警察24時とかでも、不審な車に声を、かけた時、逃げようとする人がいるけれど、きちんと捕まえるもんねー。うん、だから、知らなかったとはいえ、この時犯人グループを取り逃がした滋賀県警は、ものすごい批判にさらされたんだよ。そうだったんだ。でも、最後は、それに責任を感じて、滋賀県警本部長が自分の、退職の日に本部長校舎の、庭で焼身自殺したくらいだったから。世間からの批判ももちろんだけれど、警察内部でもその批判は本当にすごかったんだと、思うんだよね。うわぁ、そんなことがあったのか。怪人21面相も、終結宣言で、叩き上げの山本、男らしうに死によった境。わしら公伝やることにした、食いもんの、会社イビルの、もうやめや、って、書いているくらいだからね。そうだったんだ。こんな感じで、グリコ森永の犯人もいろんな現金奪取の、方法を考えていたみたいだけれど、中でも、一番トリッキーだったのは、寝屋川アベック襲撃事件だよね。アベック襲撃？なんで、現金奪取で、アベック襲撃するの？ということで、この動画では、寝屋川アベック襲撃事件を、さらっていくよ。オープニング長いな。ゆっくりしていてね。ダメだよ。ただでさえ、このチャンネルはオープニングが長すぎるって、言われているんだから。短いオープニングでテンポよくっていうのが、YouTube のトレンドだよ。うん、まあ、そうなんだけれど、たまにはいいでしょ。それで、寝屋川アベック襲撃事件なんだけれど。ああ、そうだった。グリコ森永の現金奪取の、話だった。それで、なんで、現金奪取の話なのに、寝屋川アベック襲撃事件が、出てくるの？うん、この寝屋川アベック襲撃事件は、グリコ森永の犯人グループが、起こした事件なんだよ。何それ？1984年3月18日の、江崎グリコ社長誘拐から始まったグリコ森永事件なんだけれど、社長が解放されてからもいろんなことが、起こり続けたんだ。社長は無事に帰ってきたんだよね？うん、社長は誘拐されてから3日後に、監禁されていた水郷倉庫から社長が、自力脱出することに成功するんだ。すごいなぁ、プリンセス転校みたいじゃん。でも、その後、犯人グループからの身代金要求が、続くんだよね。でも、
人質を返してから、身代金要求っていうのが、不可解だよね。それはこの事件の不思議なところで、グリコにも取引に応じざるを得ない何かがあるんじゃないか？っていうのは、ずっと言われているよね。でも、犯人も、その点は気になっていたのか、その後も、グリコ本社とか、関連会社に放火して、脅しをかけたりしているんだよ。うわぁ、放火までしているのか。その流れで出てきたのが、商品に毒を入れるっていう脅しだよね。ゴールデンウィークが明けると、グリコの商品に毒を入れたっていう手紙が、怪人21年層から届くんだ。店頭からグリコの商品が、次々と撤去されて、工場はストップ。数十億円という損害が、生じることになるんだよ。社長誘拐から始まって、来るところまで来てしまったね。さすがに、グリコもこれには参ってしまって、犯人からの裏取引に、応じることに決めるんだ。え、そんなことあったの？3月に社長が誘拐されて、会社が放火されて、何度も脅されているのに、警察は犯人を逮捕できずに、商品に毒を入れられてしまって、売れなくなっちゃったから。グリコも追い込まれちゃって、警察への不信感も高まっちゃって、裏取引に応じるっていうことになっちゃったんだと、思うんだよね。なるほどねー。そして、5月26日土曜日の、夜に茨城のロッテリアで、3億円を持って待つように、言われて、グリコは警察に内緒で、犯人グループに言われた通りにするんだ。ところが、犯人グループからかかってきた次の、指示を電話で聞き取れなくて、結局、ロッテリアから動けずに、この取引は失敗に終わるんだよ。この裏取引が成功していたら、どうなっていたんだろうねー。それは興味あるよね。でも、この失敗で、グリコは自分たちでこの事件を、処理することは無理だと悟って、次の日に大阪府警に出向いて、裏取引に応じて動いたんだけれど、失敗したことを告白して、謝罪するんだ。まあ、結局は、警察に頼らざるを得ないよねー。ところが、災い転じて福となすではないんだけれど、この裏取引から3日後の、5月29日に、警察が、頼りにならんこと、やっと、わこうたらしいな。っていう手紙が、怪人21面相から届いて、6月2日に裏取引を、やり直すことになったんだ。うわぁ、それはチャンス到来じゃない？犯人グループは、警察が来ないと思ってるんだもんねー。ロッテリアの時に、犯人グループは、どこかからずっと見ていて、それで、警察が来ないことを確信したと、思うんだよ。なるほどねー。それで、6月2日の取引を迎えるんだけれど、この時は、摂津の焼肉屋さん大道門に、現金を持ってくるように要求されるんだ。摂津の大道門って、どこにあるの？今は、餃子の王将になっているところが、当時は焼肉屋さんだったんだよ。それで、犯人に言われた通りに、3億円を車に積んで、焼肉屋さんで待機したんだ。そしたら、若い男が話しかけてきて、メモを見せてきたんだ。そのメモには、この男に車のキーを渡せって、書いてあったんだって。え、犯人が来たの？それで、車のキーを受け取った若い男は駐車場に、行って、3億円が積んである車に、乗って焼肉屋さんを出て行ったんだ。3億円を持って行かれちゃったの？ところが車が走り始めて間もなく、車がエンストして、止まっちゃうんだ。車が止まったところで、警察が取り囲んで運転手を、取り押さえたんだよ。そのタイミングでエンストって、すごい偶然だねー。いやそれが、この車には仕掛けがしてあって、トランクに潜んだ警察官が、紐を引っ張るとエンストを起こすようになっていたんだよ。車が発進したから、タイミングを見て、トランクの中の警察官が、エンストさせたんだよね。すごいねー、ずっと、トランクに入っていた警察官は大変だったねー。ところが、運転手の若い男を、捕まえてみると、替え玉だったことがわかったんだよ。替え玉？替え玉ってどういうこと？替え玉でも出し子みたいなものだから、犯人の一味には違いないんでしょ？いや、この若い男は近くの河川敷で、デートをしているところを襲われて、脅されてきたっていうことだったんだよ。替
彼女を人質に取られて、彼女を無事に返して欲しかったら、焼肉屋さんから車を運転して、戻ってこいって、脅されたんだって。そんなのありなの？犯人グループも、どうやって現金奪取を、図るか考えた結果が、この替え玉作戦だったんだよね。すごいことを考えるなぁ。この焼肉屋さんの近くに、淀川河川敷があって、そこは車を止めてイチャイチャしているカップルがよくいるスポットだったんだけれど、そこに目をつけたんだよね。この若い男も彼女と、車を止めて、デートをしている最中に、襲われたっていうからね。まあ、そんな状況だったら、リラックスしているだろうから、襲う方としては絶好の、シチュエーションだよね。でも、この襲われた男っていうのが、元自衛官だったんだよ。そしたら、すごい強いんじゃないの？まあ、一対一じゃなかったとはいえ、元自衛官の若い男を、組み伏せるんだから、犯人グループの腕っぷしも、相当だよね。そうだよねー。犯人グループにボコボコにされた若い男は、彼女を人質に取られて、焼肉屋さんに連れて行かれたんだって。それで、焼肉屋さんで、車のキーを受け取って、その車に乗って、また河川敷に戻ってこいって、言われたんだって。そうだったんだ。そして、その話を取り押さえた若い男から聞いた警察は急いで、河川敷に向かうんだけれど、すんでのところで犯人を取り逃がしてしまったんだ。もう、犯人は逃げちゃった後だったの？もともと、焼肉屋さんに止めていた車はエンストさせてしまって、使えないから、別のバックアップ車両を、準備するのに時間がかかっちゃったみたいなんだよ。なかなか、車が戻ってこないから、犯人グループも、これはおかしいということになって、逃げちゃったみたいなんだよね。こういう時は、時間がかかっちゃダメなんだよ。でも、犯人グループも、結構ギリギリまで河川敷で、待っていたみたいで、あと15秒遅かったら危なかったらしいよ。15秒、なんで、そんなことがわかったの？河川敷に警察が向かう時に、犯人グループとすれ違っていたことが、後にわかったんだよ。犯人グループは襲ったカップルが、乗っていた車で逃走していたんだ。カップルが乗っていた車って、襲われた若い男も警察と、一緒に河川敷に向かったんでしょ？その若い男は自分の車とすれ違ったのがわからなかったの？それが、車を買い替えたばかりだったらしくて、気づかなかったんだって。うわぁ、ここでも、犯人グループに運が味方するねー。そうなんだよね。このことについては11月になって、読売新聞が報じることになるんだけれど、この記事を受けて、犯人グループは、全国の推理ファンの皆さんへ、通っていう挑戦状を送ってくるんだよ。感心しちゃダメだけれど、怪人21面相は世間を飽きさせないねー。その挑戦状で、6月2日の3億円の時、わしら、ボリコーと挨拶しとんねん。ボリコー、わしらの挨拶、無視しおったから、わしらも、無視したったって言っているんだよ。犯人グループは、警察とすれ違った時、気づいていたのか。そういえば、この時、捕まった彼女の方は、どうなったの？この彼女は頭から布袋を、すっぽりと被せられて1時間くらい拘束されていたんだけれど、近くの高前寺駅まで連れて、行かれて、そこで解放されているんだよ。無事に帰ってきてよかったねー。結局、このカップルから奪った車は河川敷近くの神社に乗り捨てられていたから、高前寺駅で彼女を解放した後に、神社で合流して帰っていったと思うんだよね。なるほどねー。この後、犯人グループは、丸大食品に脅迫の矛先を変えて、グリコに対しては、6月26日になって、グリコ許したる、と犯行終結宣言が、出されるんだ。裏取引までたどり着いて、なんとか現金を取ろうとしたけれど、ダメだったから、もう、嫌になっちゃったんだろうね。まあ、裏取引については、真相はわからないもんね。どういうこと？いや、裏取引は表からわからないから裏取引なんだよ。表に出ているなら、それは裏取引とは言わないでしょ？まあ、でも、河川敷のカップルを襲って、替え玉に仕立てるなんて手口、よく思いついたよね。
そうだね。しかも、河川敷のあの辺にカップルがいるとか、地元民じゃないと絶対わからないよね。うん、そうだよね。地元民ということで言うと、車を乗り捨てた神社も、地元民じゃないとわからないと思うんだよ。ああ、そういうことができそうな場所って、限られるもんねー。だから、この辺りの土地感をキーワードに、探っていくと、犯人がわかりそうなものなんだけれどね。うん、かなりマニアックな情報だから、知っている人は限られるよねー。もう時効だと思うけれど、本当に、今からでも、この犯人の真相を知りたいよ。うん、それは、みんなが思っていることだよね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。